中日、大逆転。ああ強すぎる優勝してます。絶頂。もう追加点 A からとにかくライデルの肩作る時間稼げ。勝ったな、確信。ヤクルトに魔の8回返しできたのでかい。あとはライデルに託すだけ。逆転してめちゃ嬉しいけど、ライマルの稼働率の高さ、あっという間にライデル出てくるシチュエーションに。このレースでひっくり返せるならマジで強いヤクルトの苦手意識まで不識できたら割と可能性あるよ。言ってるそばから攻撃終わったわ。カリステもったいないな。でもナイス逆転。さあ9回表、ライデル・マルティネスの攻撃。ミラクル8来たな。あとはライマル頼むぜ。目外してたら逆転しとる。細川すごいぜ。これでタカは刺繍兵が継承なら最高なんやけどな。9回表、ライデル・マルティネスの攻撃。勝ち方、スワローズファンが TL で息をしていない。これが逆転のドラゴンズ。ご視聴ありがとうございました。